まだ続くんだ。中ボスに過ぎなかった。下の方から音が鳴った。降りられるわけじゃない。全部鳴らすのか。やったぜ。階段になってる。映写機。ライト移動。どれも音が鳴るな。真ん中に合わせるとか。合わせられない。ここなら合わさるか。やはりな。おおお、出てきた。鬼ババ。暗いな。くそ、あ、くそ。ダメージは食らわないのか。えて、食らわないみたいだな。まずい。一撃。奥に何かあるな。かんざしか。見えない。おかみのかんざし。あら、こんなところにかんざしが。おじいちゃん、何でもしまっておくんだから。この桜のかんざしはいらないから捨てちゃいましょう。こっちのかんざしはまあ売れるかもしれないわね。祭り？ああ、それで買ったんだ、子供の頃に。ねえお母さん、これ買って。蜜すぐになくしちゃうじゃない。この間も傘なくしちゃったでしょ。大切にするからお願い。仕方ないわね。やった、これからずっと一緒ね。あなたのお名前はアメちゃん。ねえお母さん、アメちゃんつけて。はいはい、じっとしててね。ほら、蜜行くわよ。見て見て、とっても綺麗でしょ。私の大切な。え、傘触れるんだ。めっちゃ手に入る。映写機。スクリーンにはかんざし職人や蜜の姿が映っている。これって口なしのかんざしの今までの記憶。アメちゃん、あなたアメちゃんなんでしょう。蜜ちゃん来てくれたのね。お願い、もう一緒に帰ろう。蜜ちゃん、私は今まで口なしだったから
言いたいこともずっと言えないままだった。でも口がある今なら言えるわ。私は今まで誰からもかんざしとして見てもらえなかった。みつちゃんは私をかんざしとして大事にしてくれた。傷ついてしまった私を治してくれるって約束してくれた。私すごく幸せだったの。私を救ってくれたのはみつちゃんよ。だから今度は私がみつちゃんを助けてあげたいの。今までは清兄にもおかみさんにもアメちゃんにもすごく甘えてた。みんなのことを勝手に決めつけて嫌な面ばかり見てた。自分が不幸だと思い込んでた。だけど本当は全然違った。みんな私のことを考えてくれてた。それに気づけなかった自分が情けない。今度こそちゃんとみんなと向き合いたい。だからもう私は大丈夫なの。嘘よ、みつちゃん本当は辛いでしょ。いつも頑張っているのに誰にも認められずに落ち込んでいたじゃない。最近は笑顔も少なくなってきたし、ここにいれば嫌なことなんて何もないの。違うの。病んでるや。だからずっと一緒にいましょう。ラスボスか。強い。いて。シールド的な。今のところは楽だな。何？連打。くそ。なんだ？回復した？早くなった。うわっ。あと1回ぐらいしか耐えられないか。それよりもタイムリミットが。うおー、あと1回ぐらいか。耐えろ。これか。えれこのやられ方はダメでしょ。分かっちゃいるんだが。え、今横ってきたか。ダメか。よし。ランダムだな。それとも進んでる方向の真逆に来るとか。ドン。ドン。斜め移動してれば。もう一回か。どうや。もう一回か。斜め移動してれば。うわあ。みつちゃん、私本当は自分が間違ってること分かってた。私がみつちゃんを幸せにしてあげたかった。だけど私がしたことはみつちゃんを傷つけるだけだった。
嘘をついて惑わせてミツちゃんの夢も奪ってしまうところだった。本当にごめんなさい。私本当に役立たずね。バカ、どうしてわからないの。私はあなたがいたからここまで頑張ってこれたの。なのにそんなこと言わないでよ。ねえ一緒に帰ろう。アメちゃんその傷絶対治してあげる。そうしたらまた一緒にお祭りに行こうよ。あ、でもその前にキヨ兄と琥珀と翡翠に怪我させたことは謝らなきゃ。怖いけどお神様にも謝らないと。ミツちゃん、キヨシさんが怪我したのも双子が熱を出したのもただの偶然なの。だからミツちゃんが気に病む必要はないのよ。なんだそうだったの。もう早く行ってよ。気にして損しちゃった。私ももう大丈夫だしさ、早く一緒に帰ろうよ。ミツちゃん、私はもう十分。え、あったかいミツちゃんのそばにいられて幸せだった。ミツちゃんが私を見てかんざし職人を目指すって言ってくれた時、本当に嬉しくて胸が詰まったわ。何言ってるの。ミツちゃん大好き、最後までありがとう。待って、どこにも行かないで。物がいっぱい置いてある。思い出？バスが来てる。スタッフロールかな。なんかね、最初始めた時からこれひょっとして感動系の話なのかなとか思ってたけどね、やっぱりそうでしたね。中盤ぐらいから多分これは成長物語なんやろなと。だいぶスクールスクールって出てますね。思ったよりもまあ短かったですね。公式サイトに4時間ぐらいでクリアできますって書いてあったんで、まあ大体4時間ぐらいでしょうか。ちょうど。あの思い出の品の空きが気になりますね。クリア後とかあるんだろうか。最後面で手に入れられるものはなかったしな。ていうかもう壺の中に入れないだろうし、おかみさんのかんざしで終わりなのかな。プレイしていただきありがとうございました。これで終わりなのか。やったぜ。最終章、あの日の約束。本当にすみませんでした。はあ、もういいわ。あんたの気持ちは十分わかった。あの子たちのメガネも私のかんざしも古かったからね。私たちもね、最近あんたに厳しくしすぎたと反省してたところよ。悪かったわね。でもね、それには訳があったんだよ。清は次の春ここを出ることになってるんだ。え、
前々からのれん分けをお願いしてたんだが、この間親方とおかみさんが承諾してくれたんだ。清には次の仕事で最後にしてもらおうと思ってる。ミツ、お前には清を手伝ってもらう。ちゃんとやれるね。はい、頑張ります。そうだ、あんたの処分だけど、これから怠けず一生懸命やること、それで今回の件はなかったことにしてあげるよ。ただし今度こそちゃんとやらなかったら本当に波紋だからね。おかみさん、ありがとうございます。清にとっちゃ坂本屋では最後の仕事だ。二人とも頑張れよ。だい、はい。清、あんたはいいのかい？そうですね、考えておきます。ミツ、最近俺も態度悪かったよな。俺が出ていくまでにお前の腕を少しでも上げようと思って、焦るあまりに厳しくしすぎた。すまなかった。おい、ミツ、私全然知らなかった。キヨ兄が出ていくなんて誰も教えてくれなかった。悪かった、俺から伝えるってみんなには黙っててもらったんだ。ひどいよ、私だけ仲間外れで。なんですぐに教えてくれなかったの？お前が妹弟子になった時、かんざしの傷を治すまで俺が面倒を見るって話をしただろ。うん、お前を見捨ててるみたいで言い出しづらかったんだ。キヨ兄のアホ、私だって一人でやっていけるよーで。もう前の私とは違うんだから、いつまでも子供扱いしないでよね。そうだな。それより親方に頼み込んでくれてありがとう。瑠璃子さんのかんざしが作れるなんて幸せ。なんでお前その話を知ってるんだ？あ、しまった。キヨに置いてくよ。仕方のないやつだな。あんた、ごめんなさいね。あんたの作ってくれたかんざし壊しちまって。あいつが成長してくれたんだ。よかったじゃないか。あんたのそういうとこ、私はついてるのよ。この後。この後めちゃくちゃ。本当にごめん、私のせいで。なんで謝るの？そんな面白いこと見つばっかりずるいわ。私もおかしな世界に連れてってほしかったわ。本当だよ、そこらの見せ物小屋より楽しそうじゃん。あんたたち相変わらずね。一番強かったくせして。それにさ、僕たちもミツが忙しいの知ってて邪魔してたからな。琥珀だってミツにもっと遊んでほしかったの。ひすい。でも今度からはミツいじりは2日に1回にしてやるよ。そうね、寂しくなるけどそうしましょう。全然反省してないじゃない。今までお世話になりました。ありがとうございました。おお、頑張るよ。日本一のかんざし職人になれよ。清、ここからがあんたの正念場だよ。頑張んなさい。マサ、サブロー、今までありがとな。キヨに頑張ってください。俺応援してますから。キヨ、俺は負けたと思ってないからな。すぐに追いついてやる。それ負けてますやん。琥珀と翡翠も元気だな。早くいいお嫁さん見つけてくださいね。キヨシさんならすぐに見つかるわよ。二人ともな。そういや、チビはどうした？まだ部屋にいるんじゃない？またかよ。相変わらずとろいやつだな。おい、ミツ、早く来いよ。え、もうそんな時間？今行く。もうすぐ治るね。早く一緒に出かけたいな。来ないかと思ったぞ。かんざし直してたら遅くなっちゃって。相変わらずだな、お前は。今までありがとな。それは私のセリフ。キヨ兄が兄弟子で、私本当によかった。本当にお世話になりました。お、バス。そういえば彫刻刀だが、うん、立派なかんざし職人になって俺に会いに来い。そうしたら許してやるよ。うん、
約束ね。傘置いてありますね。口なしのかんざし。総合評価意外に頑張ってるっていうね。一流。いやーそんな瑠璃子さんの場面までちょっと見たかったですね、個人的には。ということで、この主人公ミツのね、成長感動物語っていう感じでしたね。ということで、スチーム版べっ甲飴の初見生放送、難易度親方の実況プレイでした。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録等よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。